千歳市のグループホームぬくもりの里です。防護服姿の作業員が壁や床に消毒液を吹きかけます。引き出しの中や取っ手まで念入りに行っています。こちらでは入所していた高齢者と職員合わせて10人が集団感染、うち1人が死亡しました。引き続き暮らす高齢者がいるため施設内の消毒を行ったのです。道内には専門業者が少ないため、東京の業者コロナウイルス消毒センターに依頼しました。今年2月、関東地方の施設清掃を行っているおよそ20社により設立。感染拡大に伴い1日500件を超える問い合わせが寄せられます。清掃をやっている清掃会社さんも参加していただいてます。でこの方たちは完全に仕事がゼロになってるんですね。雇用の創出にもつながるっていう意味合いは私自身持ってますので。もともとは清掃業が中心で消毒を専門的に行っていたわけではありません。作業員は研修を受けた上で現場に赴いているといいます。基本的には皆さん清掃の経験がある、スタッフではありますけども、消毒に関してはまだそこまで知識がないというスタッフもその中にはいます。今回のコロナウイルス、ほとんどの人がもう初めて経験することですから、あまりそこに関しては初心者とか経験者っていう考え方は取ってないです。こちらの会社では現場で消毒作業の経験を積んだ人を監督者としてマニュアルに沿った作業を行っています。その作業の様子を専門家に見てもらいました。病院内で感染者が確認された後、拡大を防いだ札幌の都南病院で感染管理を担当する看護師の三宅隆人さんです。まあ、やってること自体は問いもそうでしたけども、こういった形で、やるんじゃないかなと。作業方法について評価する一方で気になったことがあるといいます。ちょっとこの規模でこの人数っていうのはやっぱりちょっと驚きました。まあ、多ければやはりその他の人がどこまでやってるのかっていうのがなかなか把握しづらかった場合に、拭き忘れの箇所が出たりだとか、広範囲を多人数で消毒すると受け持つ範囲が曖昧になり、消毒し残した部分ができることがあるというのです。これに対して会社側は、接触箇所っていうのは人間が行動する上で無限大にあるわけですね。それを一個一個丁寧に消毒をするっていうことを考えたら、一つの部屋が一人でやったとしたら無限な時間がかかります。新型コロナウイルスの感染者が出た場合、関係する場所の消毒について定められた基準はありません。また消毒を行う会社に特別な資格や免許は必要ありません。このような現状に感染症対策に詳しい北海道医療大学の石積麗華講師は、グループホームを管理している方とか、どこまでやったらいいのか、どういう消毒が必要なのかっていうのを知識を持っている方少ないので、混乱してるんだなというふうに思います。新型コロナウイルスの感染拡大が続く中、消毒についての明確なルールや基準が求められています。